結構埋まったのかな。あ、墓地ね、どうなんだろう。ここはまだ埋まってないですね。ここはここの地域だけだからかな。ここは、あ、でもそうでもないですね。いや、墓地には収容するあれはあるんだけど、その霊柩車の数っていうことなのかもしれないですよね。大胆に道路を引いていこう。あんまり何だろう、これ「まだまだ足りません」ってことか。そうなんだよね。確かにそうなんだよ。難しいよね。でもまあ難しいから面白いんだもんね。地下にこだわれない事情に、ああ、地下鉄がっていうことかな。火事だーっつってる。そうね、ここら辺になんかトンネルみたいにボンってね。普通そういうのってあるんですか。このショッピングセンターあたりで、ここら辺から始まりにするか。一路線作りましょうか、バスを。ここで、この辺からスタートなんだけど、あ、これかな。よし、見よう見よう。これが向こうの方に行ったら、橋を越えれば、うわ、もう2時半だよ。1時間20分もったいねえな、あれ。あれは失敗は何だったんですかね。やっぱ生駒の方にこうバーって広げて、あれが失敗だったのかな。ゴミと、ゴミが一番ひどかったのかな。これで一応通勤には使えるんじゃないでしょうかね。白石の方からバスで柏木と白石の住人と、一応宮脇
もうバスでは一応つながってはいるので、路線で、まあ、全部つながってはいるので、これで宮沢の住宅地の方も一応こう網羅はしているじゃないですか。もし何かいい案があったらどんどん皆さんの意見を取り入れたいと思いますので、私ねあんまりね、あのゲーム、こういうゲーム大好きなんですけど、全然ね理にかなってなくて無計画で立てちゃうんで、ぜひ皆さんのねお力を。ああなるほどね、円形にするのか。ということはこの宮沢のこの工業地区っていうのはまあまあいいのかな。なんかちょっと変わった形にはなってますよね。でこっちは住宅地に抜けるわけですよね。でこの辺のまっすぐしたところに商業施設でも置いてって感じですよね。ここは宮沢の住宅地区ですよね。おお。でもね、このゲームで怖いのがね、このバスから降りた途端にね、どっからでもアクセスできます的な感じにしたら、そのなんていうかな、交差しているところがやっぱ混むもんね。生駒がそうだもんね。これでね宮沢の方のね、あのこの住宅地がある程度人が多くなってくるといいんですけどね。でもそうすると学校がねっていうのもあるんですよね。あ、税率はね一応あの低所得の人たちは 10% にしてるんで、高所得を 10% にしようかな。あれも 見直さないといけないですね、税率もね。この辺がね発展してくれれば、発展してる感じはするんですけどね。これは本当なんかニュータウンって感じですよね。これまだ、あでも家建ち始めましたね。こっちはあの高密度の家なんで、お金持ちが住んでるはずなんですけど、もうそろそろですかね。あのさっきの教訓としては、もうそろそろ宮沢の方にもゴミ処理施設を置かないといけないですかね。こっちはどっちかっていうと、白石とか、うわめっちゃ多い、乗らねえんだなこいつら。白石とかあの柏木の地区と違って一応分かれてはいるので、ここでもう一回工業に行くのかな。工業施設の方を回って、もしかしたら後続のバスに乗ってんのかな。バスは何台か、4台やったっけな。一つの路線に4台ぐらい、あとその予算を増やせば増えるっていう話なんだけど、その分増えてしまうとまたねその渋滞を引き起こしたりとかするので、
すっげえことなってタンクローリーどうしたあれ。タンクローリーひどいことなってたよ。でこっちが。やっぱ栄えてますね、こう見ると。うわー、怖え。うわ、渋滞ひでえわ。渋滞がひどい。ここをこう抜けたんだよね。ここ渋滞ひどいね。ここさっき作った道路だよね。うわ、ひどいね。うん、こっちからだったらこう分かれていけるもんね。いかねえんだ、こことか。工業か、また。お、いった。おめでとうございます。主要都市22000。これさっきと一緒ですけど一応読みますね。アンロック2キロ2キロそして船で港貨物、これがね都市を訪れた観光、あ、観光客ってあれだよね、あのラピュタの像だよね、絶対。こういうのもできんだね、水族館とか。あ、そうなんだ。やっぱああいうモニュメント的なやつっていうのは来るんだね。何この圧迫庁舎って。オペラハウス天文台。ビジネスパーク。大きな図書館、巨大モール、空港か、税務署、税務署では公務員が市長がお好みを決定した、おこの、あ、税をなんとかって言ったよね、決定した税率を最適化するために馬車馬のように働きます。1000ワット、1000メガワットか。裁判所。なんだこれ、こんなのがあんのか。これ商店街を作ったよね。ザマスモール。ああ、お金持ちやからザマスになってんのかな。長寿を全うした市民がいる。あ、これは OK なんだ。あ、この辺作れるんだね。これか、これか。ああ、こういうことか。高いね。フェリーやったらでもここにしか作れんもんね、この辺。ここに多分これがフェリーの道なんですよね。
航路っていうんですか、ここに作るとしたら、やっぱ結局この辺混んじゃうんだよね。で、こっちからの道路を上に上げて、で、ここを擦っていくようにして、ちょっと大変なことになってるけど、せいなお、すっげえなんか復活復活みたいな、これは一気にちょっとあれしたけど、試しにね、どうにかしてこっち来れないですか、マジで無理っすよね、近いっすもんね無理っすよね。